これを関係会社に分離発注して、受け負した結果ですね、こうなっているとで、この間には時間差がありますので、当然、物価補正等々はさせていただいてますが、こうした効果を生んでいるという一例として、これをご覧いただいたらと思います。当面今ののよようなお答えでよろしゅうございますかなこの資料見て ななかったわけじゃなくて僕もう少し限定的に聞いたつもりだったんですが限定的に聞いたっていうのはですね これ、えー、とあのいろんな要素が入っているのでそうじゃなくてですね、えー、とそういうことによって、えー、とコストを低減したのでいまだにメーカー依存している他社に比べてこんなに低くなっているということをあの見せてくれないかとで今回の事務局が出したようなですねいろんなもので、えー、とあのやはり四国が勝ったり四国が負けているとかってこういうような保守投票が出てましたよね。であ,あれにに対応すするような形でですね他の会社に比べてうちは この,、えー、っとあの内政化したことによってこんなに下がってるんですということを見せてくれということを,をいう限定でいったつもりですであればお,、ね、あのお願いをいたしますちょっと問題点を整理して、またお願いをいたします。えー、っとおおそれであお話ししましたじゃあ会あの 今の内製化の話とちょっとからあのグループ会社との取引で絡むんですけれどもこれあのその場合にあの出向者負担のようなものも合わせて関してちょっと教えていただければなということですあと事実確認としてあの四国電力さんすみませんあの12のスライドのと電気事業に密接に関連する出向者のみ減価参入というのは、えー ここで見せていただくとこ1200人中957人という割合なんですが、えっと、売上高としてはまあほぼ半々ぐらいあの,の外販をされていて、まあ、そういう意味ではこの差額というのはまあ割と当社向けの売上高に非常に執行者が関わられているという感じという意味でここで限界参入されているのは当社向けの売上高 にかかっている執行者の分だけということでその事実確認はそれでよろしいでしょうか三番目はこれはあの、えっと、さっきあの冒頭に話題になっていた件なんですがあの競争発注の拡大に向けてというところでスライド9でですね三、まあ、年後以降でやられるだろうというような具体的な意向例の中に あの発電所の主営業務のようなものがこう書かれているんですけれども、えっと、いろんなまあ技術的検証とかっていうのが、まあ、ある案件ですとその3年ぐらいかかるかなということがすごく分かるんですがその発電所の主営業務のようなものが3年かからないと競争条件の検証がしにくいのかなっていうのがちょっと 私にはにわかに分かりかねたものですから、まあそ、その辺をちょっと教えていただければとじゃこれも逆順でいきましょうか、守衛さんはすぐにも外出しできるんじゃないですかって。 ですがなければ、ちょっと次回の回答にさせていただいてよろしいでしょうか。ご出向者の12ページのお話ですが、えー、売り上げ構成が当社と外で大体5割5割ということだったのに対して出向者のそれぞれの各社別のですね、えー 事業者数の比率が従業員数のし占める比率として記載してございますが、えー、大きく捉えればですねまた、これも個々、えー、にですね必要であればお出しさせていただいたらと思いますがあのー、一つ一つの個々人の業務実態を精査して、えー、それをですねあの前々回か の表でお示しさせていただいたと思いますがあの電気事業の安定供給に関わるものの業務に携わっている連中は 玄関に参入させていただいております。それ以外のものについては不参入という形で整理をしたものでございます。だからご認識としては、会長委員のおっしゃるように、当社向け業務にあの携わっている出向者のあのサラリーは面倒を見るというまあ基本的な考え方だなということでよろしいございますね。はい。それとね一番最初のご指摘ちょっとちょっと僕自身があまりよく理解るという意味ですか。先ほど来あの話題のその。 外,に外から購入されたりする分と、まあ、グループ内に取り込まれた方がより原価低減になるというご趣旨のようなあのグループ会社はよりコスト低減になられるとでこの場合そのグループ会社取引の価格というのは単に価格だけじゃなくてもし出向者負担があるとすればそういったものを全体としてより 外部取引よりは効率的であるということをあの少しご説明いただきたいなということでございます全体の問題に関わることですね今すぐはちょっととてもあの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 お答えはいただけないだろうけどはい分かりましたじゃあ,あのその点もあの可能でしたら考慮してくださいえー、っと八田先生山内先生の順まあ今まであのもうすでに出てきた論点に、えー、密接に関係していることなんですけども えー、まず、あのー、事務局から用意していただいた資料5の 1, <laughs> 1>, 1ですね、5の1の、えー、っと指摘事項9、販売電力量当たりの、あのーまあ、部門別人数というんですが、これは部門計で、まあ、言ってみれば生産性を比較しているわけです、それで、えー、っとこの折れ線グラフの方があの100億、 えー、キロワットアワーあたりの各部門人員数というのを示しています、でもこれあの、生産性の逆数ですね、でこれ見ますとあの、四国電力さんの生産性、えー、かなり、まあ、一番低いとで、その中でも、例えば東北電力さんがその2万人であるのに対して、四国電力さんは3万人というわけですから、かなりまあ際立って、その、 人員が多いそれで、えー、とこれがですねあのどういうこの経向率ということ以外の理由ではどんなことがあるんだろうかということなんですが例えば、えー、これ部門別に見ますと上の絵で、まあ、販売というのがあるんですけど、まあ、7番の販売えそれでここの ああ今のそうです、ね、さっきの,あの棒グラフの4ページ、5ページですね、5ページの上、です失礼、同じ表題のがいっぱいありましたから、え5ページの,あの、えー、っとグラフについて申し上げました、それでこれ,これが全体のサマリーですけれども、それではあの四国電力さんの、えー、その。 部門、えー、別人数の、えー、発電量あたりの比率が非常に高いということです、それで今度、個別に見まして、7番の、えー、っと上の4ページの7番の販売で見ますと、例えばその、えー、東京電力とかその、えーまあ、九州電力、関西電力、そんなに大きく違うわけではないから、その企業の規模があの小さいと、これが 際立って大きくなるというのは性質の問題ないと思いますが、この販売に関しても四国電力さんは。あの、えー、人数が多いと、キローターあたり多いということがあります。それから。六番の配電についても、まあ、一番多いということがあります。それから、今度。元に戻りまして。え二、ー、番目の火力と原子力。これも。あの。えー 面積が広いとか、そういうこと、企業の規模とかとはあまり関係ないと思うんですよね、あの火力の調達、原子力の調達、これも、えー、かなり際立って、えー、高い、それからあの、まあ、そういうところですね、送電も高いですけど、これは、まあ、あの地域柄ということがあるかもしれません。ここうななるるととかなりりの傾向率をその人員あたりで見ると えーまあ、生産性が高いとは言えないということになるわけですがひょっとするとです、ね、この火力と原子力については先ほどから出ていたまあ内政化の影響であるというようなあのご説明があるかもしれないと思います。でだとすれば、やはりあのこの人先ほどから話にな出ているように火力、原子力で人数はこう増えているんだけどこの分、他で安くなってますんですよという。 まあ具体例が一、えー、つ、二つじゃなくて、かなり全体のコストを下げる、えーこ,えー、ことになっているというような具体例をあのご説明をいただければと思います、これは、まあ、当然、今は無理でしょうけれどもあの、次回にでもそれをお願いしたいと思います。な、うん、なかなか 困難な課題をいただいで <laughs> まあもし可能でしたらお願いをいたしましょうそうね内政化の影響内政、まあ、しかしグループ内政化だから本体社員の数ではない どうですか。このここでいうに人数っていうのは、出向者もここに入ってます。わか,、はい、かりました。わかりました。それじゃあそうですね。もちろん他にもいろいろ理由があって、この、えー、せ労働生産性が低いことにはこういう根拠があるということがあれば、もちろんあのご説明いただければと思います。ありがとうございます。はい、山下先生。 時間がないのであの簡単に2点質問しますけれども、1点目はあの四国総研の話ですけれどあのれ株式会社お持ちになっていて、あの私はこれそもそも何でお持ちなのかという理由を知りたいなというふうに思っていますでさっきから出て、さっき松本さんが言ったみたいに、個別案件としてあの当たられて、それが適正かどうかという判断ももちろん必要ですし、それをやっていただくにいいんだけれども、まあ、あの電力地方研究所があって、まあ、そこでまあ研究ができますというな。 それにもかかわらずこれが必要だという理由ですね、で他の電力会社はこれどうなっているのかなとか、ですねで、まあ、予想できる1つの理由は、例えば技術的な問題だと技術継承とかそういうことであの何か内部であの技術を持ってい,い,い,いたいがために。 それであの研究所を持つというケースはあると思うんですけれども、その辺ん、どういうふうなお考えなのかということですね、それがおそらくあの具体的な個別の査定の話につながるのかなという感じをいたします、それからもう一つは、さっき、これは松村さんご指摘の23のスライドですけど、私はそんなに怒りに感じていないんですけれども、ただわからないので質問させていただくんです。 国境料金の世界でバードンテストってって、あの負担テストって言うんですねあの、限界費用か、まあ、マシブン費用でもいいんですけど、それを超えて負担してると、あの固定費部分の負担になるので、まあ、それはあの全体的にハッピーになるとういう話なんですけど、ここであれですか、負荷率の改善のとこっていうのは、えっと、ちょっとこの計算、私もどう,やど,うどういう意味持ってるのかよく分かんないんですけども、も例えばさっきの例でいうと、昼間のお客と夜のお客がいて、で昼間にピーク出ますと。 でそれがオール電化にすることによって料金体系が変わって、その昼間から夜にあの十割シフトして昼間の負荷率が下がるとかそそういうことを言ってるんですかっていうのが質問です。以上です。まず四国総研の方から。四国総研も他社さんと違って外出してるかっていう質問でしたっけ。これにつきましてはですねあの。 ともするとその内部で研究機能を分担いたしますとその市場相場といいますか外との視境といいますかあるいはそのニーズといいますかそうしたものにやや疎くなる可能性が強いなということでそうしたことからも 市場環境を肌で感じ、市況価格、あるいはそのやっている中身の有意義性等々についても、いま一度です、ね、客観視できるような状態を作るというようなこと、プラスそれを続けていくことによって、えー、コストダウンの効果も出てくるであろう、さらにはあいろんなです、ね、広がりのある まあ先ほど話、ちらっと出ました、ロイヤリティをいただけるような少額ではありますが、そうしたその水平展開等々の可能性も出てくるといったようなこともあって、二十数年前にですね外出ししたと記憶いたしております次の23の読み方についてのご質問。はい えとまず、年付加率につきましてはです、ねえーと、オール電化になりますことによって、まあ、夜間の需要が、えー、膨らみますので、それによってあの年付加率が向上するっていうのが、まあ、上半分で書いていることでございます。はい、はいそうですはい 四国電力さんやっぱり匿名発注が多いということでそちらの方なんですけどもあの前に出てる場合はもうどこいつ出ましたよということを教え願ったらいいんですけどもあの設計単価で匿名発注はまあ合理的にいろいろコストを下げてますよっていうのがまあ10%というような感じと思いますけども実際に設計単価と調達額と一般競争入札とか あるいは匿名競争入札した場合に設計単価、見積もり単価と実際の調達単価、何パーセントかなというのをちょっと教え願えればと。 数字ないんだったらそれとあったらそれでと直接的なお答えになるかどうか分かりませんが5ページをご覧いただきますと23年度以降に匿名発注で、えー、生み出した削減分ということを記載させていただいてこれは提言額と申しますのは、えー、当初お描きました設計値と実際の契約額の差を取らさせていただいています。 その設計値はご案内の通り、工数とかいろんなマニュアルとか過去の実績ととから積算したものでございます。調査入札に出した場合の見積もりと調達価格との差が何パーセントぐらいのかな。今十とか九とか出てますけれども。 それでいいのかなというのはちょっと違ってくるかなと思いますんでここには低減率は例えば49%やらい景気のいい数字が出てるではないかという、そういうことですか、まあ、一つの,あの解釈でしょうね、それは確かに、まあ、これはしかし、個別の話ですよね、こういうこともあったっていう、わ、まあ、かりました、あの査定の中であの今のご指摘、生かしていきます。えー、っとですね ちょっと私あそれとですね東北電力さんにあの先ほど松村先生からご指摘がありましたスライドの4ですが、あのー、品代がまあ他社よりもいささか高いと、まあ、このおスライド4のだと313というのは乗っかかっているんだが、まあ、これだけ高くした買いがあって、まあ、その他の,その付属の費用のところは安くすることができたというような、まあ、ご説明が可能であるかというまあご指摘であったと思いますのでもしご説明があるならば。あの 次回以降受けたまわりたいと存じます、はいえー、っとそれと、ですねちょっとあのこれはわわ私,ん私自身の疑,疑問でちょ、ちょっとこれは電力会社さんに対する質問ではないんですが、今日のですね、あの経産省で作っていただいた資料をちょっとご覧いただきたいんですが、あの効率化努力の発射台という、まあ、前からあの議論になっているところで、えー、例えばそのタービンのような、 はじめその大型の機器設備についてはこれはまあ一品生産だからまあ比べようがなかろうというのでまあそれは大体そうだと思うんです、でそれじゃあ、汎用品にしようとなるとですねこれは私、電力のに関わるマーケットの詳細を知っているわけじゃもちろんありませんのでよくわからないけどまあ汎用品の多くはしかし試供品であろうからそうなるとその買い付けのボリュームとかタイミングで,ですね相当変わってくる可能性があるだろうと。 そうすると何をもって比較するっていうふうに考えたらよろしいのかなと思うんですよね、その勝ち負けを、まあ、いわばここでその丸×をですけどね、どういうふうに揃えればいいんですかね、それは揃える必要がそもそもないような性質のものなんですよ、これはまあ私の全く素人としての <laughs> 疑問なので、まあ、もし教えてくださる方がいらっしゃれば、教えていただきたいと思ってます。ちょっと知りたいんですけど そちょっとすななんか、まあ、関連すると思うんだけど、そのあのー、この事務局資料の、えっと、7ページとか、あまあ、6ページもそうだけども、これ、緊急電源でリースをしますってありますよね、でリースで、リース後の扱い、返却ってのがあるんだけど、返却って具体的にどういうことを意味してるのかっていう感じがするんだよね。 さっきおっしゃったコモディティみたいなもので、あのたくさん買ったら運んだのもそうだし、それからこれ発電施設なんで返却してっていうのはそのコモディティみたいに返せるのかって、そうどどうなんですかその辺今っての、私いやまさにあのリース契約が終了したので、まあもうその発電設備ごと撤去して、はいはいそうです。まああの土台とかまあ当然残っちゃってそれは特損になりますけれども、あの上物はまあもうあの撤去して。 そういうリースというのがあるんだなっていう結局とと、個別性が高いリースですね,そうですね結局はファイナンスみたいなもんなのでいわゆる一般のリースとは若干ちょっと異なるしコピー機とかそういうもののリースとは全然違いますよね。えー ですから私は個人的には,ここはあの、まあ、予診リスクをです、ね、リース会社がまあ肩代わりするわけですよね、そうすると、リースってのはやっぱその分が上乗せされるので、基本的にはトータルコストしとしては高くなる可能性があると,とも、まあ、個人的に思ってまね。まして、それで取得されたということかなと理解していました。 えっとまず最初の,あのえとネインがご指摘になったあの何を見るべきかなんですがまず文字通り試供品のようなものはあのむしろ適切でないのではないかとやり価格が簡単に分かるようなもので1個あたりいくらってこう普通に出ているようなものでそれよりもはるかに高い価格で買うっていうことを 普通ないですよね、はい、でそ,れその価格で買っているから他社に比べて遜色ないって判断するっていうのはちょっとむしろそっちの方が問題があるのではないかと思うのであのちゃんと調べないとどれぐらいのコストで調達しているかよくわからないという程度のものでないとまずまずいだろうとは思います。 からまあご指摘のとおり恒常的に買っているというような類のものならならされるんでしょうけどえと比較的数量が少なくて従ってピンポイントの時期にバッと買ったとっいう時に価格の大半が銅の値段で銅の値段が1年違うと半分になっているとかっていうようなことが仮にあったとするとそれを比較するのは極めてアンフェアだというのは間違いないと思うのでそれはやっぱり。 あの調べる品目を本当に適正かどうかっていうのを私たちも見るだろうし電力会社さんの方に聞いてこれはこういう理由で不適切なんですっていう助言があればちゃんとそれも聞き選定するっていうことにはなると思いますただそのような極端なそのえっとまずい性質を持っているものっていうのを除いてですねえっと慎重に 品目を選んでやるっていう以外はなくてですねおよそ銅が少しでも使われているようなものだとまずいとかって言っちゃうともう全く対象品がなくなっちゃうんで一般原則を決めるのではなくてここで選ぶときに恣意性がないような形で一つ一つ選ぶしかないのではないかと思います。リリーーススにに関しててはは先ほど実際にはリースあんまり使われてなくて あの取得しちゃってるものが多いっていうことはご指摘いただいたんですがただ、もう1つ指摘しなければいけないのはあのリースのものはまあもちろん予定通り返却するんだけど自社で買ったものはえと今のところ他の会社は使っているえとあのえと明確に廃止するっていうことは言っていないということはもうあの 認識すするる必要はあるのだと思います本当に文字通りえっ、ー、り原発が動くかどうかは確実でないという時には廃止を決められないという類のものを自社で買っているとかいうようなことと,、えー、とやはり区別する必要はあるのだと思います。 そのどの材を選んでやるかというのは今回の,その査定においては今、松村先生がおっしゃったようなその考慮をして選ぶべきだと思いますがそして、それがまあ,ある意味でシンボリックなことを示しているということにな,りますなると思いますが将来ではですねもうこれはやはり何らかの回帰分析を あの限定的に適用せざるを得ないいと思います回帰分析と今言われたようなことを併用してやるということであの、まあ、普通の,あの移転科学のこれちょっとものが違うけどそういうことでもアメリカの裁判所もみんな回帰分析でお互いにその、えー、示し合うわけでこ,こういうものについてはですねやはりできる範囲のことは次回からそういう制度にしていった方がいいんじゃないかと思います。 っていうのがいつのことになるかは私は私の責任では何とも申し上げられないがわかりました全くそうですよねはいえじゃあ今日はこれぐらいにしておきましょうか、えー、両電力さん大変ご負担ですけどもいろいろ追加の指摘質問事項が出ましたのでまあできる限りあのご回答いただければと存じますえっ、ー、とそれでは事務局からご連絡ください次回あの今回のちょっと宿題のあのできた次第ということでちょっと日程は調整の上ホームページ等でご連絡いたします、はい どうも皆さんあのお疲れ様でございました。ありがとうございました。